ちらです。で、箱では箱だけでは分からないと思うんですけれども、これ中身高圧洗浄機です。で、なぜ高圧洗浄機購入したかというと、うちマンションに住んでるんですけれども、結構ベランダが汚くて外にあるわけなので、結構飛んできたゴミとかそういうものもあって結構汚い状態になってるんですけれども、それが高圧洗浄機で、まあ、その掃除することによって結構ね綺麗になるっていうことがね、結構ネットでも話題になってたので、今回ねちょっとやってみようかなと思って、高圧洗浄機を購入してみました。で、ちょっとねこれ家族が購入したもので、高圧洗浄キットだけしか伝えられてないので、詳しくは分かんないし、メーカーもまだ分かんないんですけど、まあ高圧洗浄機っていうことだけが分かってる状態で、まあ、これをレビューしてみたいと思います。ちなみにこの外箱結構大きくて、ちょっと、大雑把に測ってみると 50cm×30cm で、高さが 20cm ぐらいの、結構うちがいつも買うものとしては結構大きい方の箱なんじゃないかなと思います。これでは開けていきます。はい、来ました。おお、ここに緩衝材が入ってて、で、本体はこんな感じ。お、軽っ。意外と軽いです。はい、あ、怒った、はい、こんな感じのパッケージですね。でも高圧洗浄機にしては結構コンパクトな気がする。あんまり実物見たことないんですけど、結構大きいイメージがあるんですけど、そこまで高圧洗浄機としては大きくないぐらいのね、梱包、パッケージのサイズじゃないかなと思います。ベランダや窓ガラス、網戸のお掃除に、だから結構ね、ベランダもそうですし、窓とか網戸とかも結構うち汚れてるので、まあそれで、これを選んだみたいですね。お掃除用ポンプ式水圧クリーナー、ウォッシュ&クリーン EX、 ウォッシュ&クリーンっていう、ウォッシュ&クリーン EX という商品名でございますね。で、7リットルってこれあれですかね、水のタンクの容量みたいな感じですかね。で、感じのことがね、書いてあります。用途、ベランダ網戸、サッシ、玄関周りの掃除、洗車、お花の水やり、墓石の掃除で、これ特徴なのは、電動でこう水が自動で出るタイプじゃなくて、ポンプ式で圧力をかけて水を出すようなタイプなので、電源とか電池がね、いらないよっていうことなんですけれども、まあこう自分で圧力をかけないといけないよということですね。温水が使えるってことです。多分だから熱いお湯を、高圧でかけることによって、まあ、より頑固な汚れも取れるってことかと思うんですけれども、でブラシから直接水が出るので、洗いながら汚れを落とします。こんなことが書いてありますね。ということで早速中身を開封していきます。お、いきなり本体が出てきましたが、おお、あ、やばい、ちょっといろいろ入ってる。これがおそらく本体のタンクと圧力をかけるやつで、これがシャワーヘッドですかね。はい、ちょっといろいろ入ってるので出します。はい、内容物はこんな感じですね。これがおそらく、本体の水を入れるタンクで、これが圧力をかけるやつですね。で、ここにホースがついてて、でおそらくこの先っぽにつけるものだと思うんですけど、このシャワー型のやつとブラシ型のやつが、これ付け替えできるみたいですよね。で、うまく使い分けてできるってことです。あとベルトみたいな、そんなのが付いてました。あと説明書ですね。説明書、これ紙ペラですけど、説明書っていうか注意書きみたいな感じですね。あ、でも裏に使用方法が書いてある。あ、でもう一つ部品が付いてた。これなんだろう。これはグリップみたいですね。なんか持ちやすいようなグリップみたいな感じですかね。これが付属してました。このシャワータイプのやつは普通にこの先っぽに押し込めばくっつく感じです。で、外すときはこっちのホース側にこういうなんか前後に動く機構があるので、これをグッと手前に引いてこうやると取れます。で、このブラシの方はこれ直接取り付けるのではなくて、このグリップをね、噛ませてから、取り付けるみたいですね。このグリップとブラシはこんな感じでなんか回すとくっつく感じになるので、これで取り付けて、でここにガチャッと、でこれで、まあ、ブラッシングしながら、洗浄ができるっていう、機構になってます。ではちょっと使い方を解説したいと思うんですけれども、
まずこのポンプを、タンクから外す方法ですが、ここの爪があるんですけど、ここにちょうどハンドルがこうやって引っかかる爪があって、でこのハンドルをここの機構に引っ掛けた状態で上に上げてこっち向きに回すと、開きます。はい、こんな感じですね。そしたらこのタンクに水を入れていきます。はい、そしたらですね、このポンプを戻します。で今回は、このハンドルをここに引っ掛けた状態で、のの各自にこうやって締めていただくと固定されます。そしたら、圧力をかけていくんですけれども、ちょっと注意書きでこの先っぽの部品を取り付けた時に、必ずここのナットを締めろと書いてあります。こんな感じで回らなくなるまでしっかりここのナットを締めろっていう、注意書きがありました。で加圧します。普通に加圧するときはこんな感じでやっていけば圧力がたまります。で加圧をしてるとこういうシューって音が鳴ってくるんですよね。こういう、わかりますかね。このシューって音が鳴ったら、加圧が終了みたいです。ということでね、実際に打ってみたいと思います。どうでしょうか。はい、ということで火を改めまして、これ実際にね、外で、どのぐらい汚れが落ちるのか、ちょっと使ってみたいと思います。一応マックスで7リットル入るってことなんですけれども、満タンに入れてもあんま圧力かかんないと思うので、とりあえず5リットル入れてみます。で今回ね、実際に掃除したい場所がまあありまして、ここ自分の部屋なんですけど、ここ物作ったりするスペース、 DIY スペースにしてるんですけど、見てわかる通り、わかりますかね、わかりますかねって、木くずとか汚れとか、まあ、ここに落ちてたりとか、あとここの側溝ですね、ここの側溝がひどく汚れてるんですよね。ほら、全部ここの木くずがここに溜まってバーッと来てるので、ここを、掃除してみたいと思います。よし、では早速やっていきます。おっ、なんか思ったより水圧は強い気はしないんですけど、結構ね、汚れ落ちますね。で今これ多分ストレートっていうやつやったので、セミシャワー、これが拡散、これが普通のシャワー、これが旋回、ストレートがなんか一番強い気がしますね。これだと拡散っていうやつで、こうここの木くずを外に押し出していった方がいいかもしれない。で今拡散っていうやつでこのあった木くずをそっちに流したんですけど、これこびりついてる汚れとかを旋回とかストレートとか、そういう力の圧力の出るモードでやるといいと思いますね。
はい、ということで次はお湯を入れてきてみました。大体40度ぐらいの、お風呂に使うぐらいのお湯ですね。お湯の方がね、落ちやすいっていう話なので、ちょっとお湯でもやってみたいと思います。はい、ということで今回は、この、手動で圧力をかけるタイプの、水圧、高圧洗浄機を紹介してみました。なんか普通にこういうベランダの汚れとか木くずとか、なんか飛んできたゴミとか、そういうものだったら結構ね取れるんじゃないかなと思いました。でこういうね側溝とかの、こぶりついた汚れとかもちゃんと圧力かけてその水が強く出るモードにすれば落ちると思います。あとお湯とかも入れることができるんで、お湯入れればねもう少し、洗浄力が上がると思います。でもそのやっぱり電動の高圧洗浄機ほど洗浄力はないので、苔とかカビとかそういうものが落とせるかはちょっと微妙なところなんですけど、まあ、そこそこのね圧力はあるんじゃないかなと思いました。まあ一応これは簡易的な目的で、こうちょっとベランダとか家の周り掃除したいなみたいな感じで買って、値段は3000円ぐらいだったんですけど、ちゃんと本格的に大きい庭があってそこ掃除したいとか、あと家の外壁とかちゃんとやりたいという方は、ぜひそこは妥協しないで、電動のケルヒャーとかそこら辺のやつを買うことをお勧めします。でもね普通に簡易的に使うのであれば普通に使えます。でまあこれの良い点としては、電源を使わないところなんですよね。手動なのでここでこうやって圧力をかけるので電気がいらないですよね。だから外から電気をね取ってこれない人とかそういう人にはね、便利だと思いますね。でうちマンションなので外に蛇口とかないわけなんですよ。だからこう外とか掃除するときとかバケツとかペットボトルとかに水持ってきてやんないといけなかったんですけど、まあ、これがあったおかげで結構ね楽に掃除できたかなと思います。ということで、終わりたいと思います。 Amazon のリンクこれ概要欄に貼っとくのでぜひチェックしてみてください。ではまた。